揚げたマンと加藤練乳。饅、ま、頭は小麦粉に酵母を加えて発酵させた後、蒸して作る中国の蒸しパン。日本の饅頭のルーツとも言われる。日本では一般に中華マンと呼ばれるものだが、中国では現在、中に餡や具のないものを指す。小麦粉を使った伝統的な食品で、一般に直径4センチメートルから15センチメートル程度の半球形。 または、6から7センチメートルの短いかまぼこ型をしている。歴史的には、中に、アンヤグが入っていたが、現在は中には何も入っていないのが普通で、これに対して、中に、アンヤグが入っているものはパオズ、塩で味付けされたものは花巻と呼ばれるようになり、区別される。河北や東北地方一帯は寒冷地で、降水量が、それほど、多くないため、 米の栽培に適していないが、小麦の栽培には適しているため、伝統的に麺類、または、マントウが主食として食べられる。上海、香港など、家中、河南で出されるマントウは、蒸気のものより小さく、主食ではなく、軽食として食べられる。日本で、中国のマントウに似た食品としては、長崎市の湿北料理の一品や、愛媛県松山市の、 呂剣饅頭などが挙げられる。群馬県の焼き饅頭は、万頭とは、直接的な関係はないが、餡の入っていない、酒饅頭を用いることから部分的に、先祖返りしたものとも言える。地域によっては、ハンタヤザ、カンタヤザ、モーモーメートルメートルドンガンゴまたは、ハンタヤザ、カンタヤザ、と呼ぶ。先水省や甘粛省などの地域や、キルギスのドンガン人は、 小麦粉をこねて加熱したパン様の食品を広くこう呼んでおり、焼いたものも含む。新疆ウイグル自治区、青海省、山西省、山東省、厚生省、湖南省、福建省などでは具のないものを指す。内モンゴル自治区では具入りのパウズも含めた総称である。西安でも総称であるが、単に、というと焼き餅を刺すことが多く、蒸した万人は反対やざ、 虫艦帯やザ、虫と呼び分ける。なお、チベット料理の桃は、グイリのものが多い。他に、石膏小雲州では、密信法、チャンスー小蘇州では、ダイパオズマンジュうと呼ぶなど、包みを含む呼び方をする地域もある。ベトナムや朝鮮半島にも、マントウという言葉がある。また、モンゴル語やペルシア語でも、マントウから派生した言葉が使われている。 アメリカ合衆国のベトナム風サンドイッチ店、リーズサンドイッチ図には、デリマンジョ丈という名称の今川焼きに似た菓子があるが、それは韓国系のペーストリー会社が提供しているものである。三世紀の中国三国時代の諸区の最小諸葛亮が南西の木とに川の氾濫を沈めるための人身国として生きた人間の首を切り落として、 川に沈めるという風習を改めさせようと思い、小麦粉で練った川に、羊や豚の肉を詰めて、それを人間の頭に見立てて、川に投げ込んだところ、川の氾濫が沈まったという。これが、万獣の起源とされている。この説は次の書に記述される。悲観小説運書活武功の進む猛へ人誘惑万事。 は者術、主を新億院兵一以上の全万族必殺人も、その首祭りの神即先のため出兵なり武功、不従院雑用羊の子の肉児法のも、面蔵人等もはほこらがみまた先演じため、出兵語尾という子のため万獣いたり、進むの誰祭り法春ほこら用万獣主列を祭始の、しなしかも束、席も地府またありその節足万獣疑事、武功はじめなり、 ジ物ツ、ノリハラマキキュ酒甘酒飲食部46番地異人頭祭人、諸葛これまさもうえの地面法、肉人となり頭もお祭りの番頭今なまりしかも、ためまんじゅうなり個人間食再ようよう染め半、青色もお祭りしうきなり今返事ため、聖白断固の、このぎみみ。七類おさむこうマキ43のジ物類、ジ物ツ、ノリハラなどの説が、 後の秋代に書かれた説は、三国志演義に収録され広く知られるようになったため、その内容を解説されることが多い。七類治さでは、中華思想で南方の異民族を南蛮と呼ぶので、万人の頭を意味する万頭が語源であるとする。陰和録では、神を騙し、本物の頭だと信じ込ませることから、万頭と最初呼ばれたという。その後、 饅頭を皮に投げ入れるのがもったいないので、祭壇に祀った後で食べるようになり、当初は頭の形を模して大きかった饅頭が、だんだん小さくなっていったと言われている。マントウを油で揚げ、ジャーマントウとして食べることもある。レストランで頼むとか糖練乳が、調味用についてくる。小ぶりのかまぼこ型のものを揚げることが多い。ありがとうございます。